玉部知識認定コーチの西村です。本日はコーチとはコーチングの専門職ですっていうお話です。コーチって医療系の国家資格じゃありません。民間のスクールを出てったらまあなんかなってるみたいな人が多いです。私も玉部知博士のコーチングのスクールを卒業した一人です。その肩書きでもって宣伝活動してるプロコーチです。そのうち私っていうブランドができてくるさぐらいの勢いで開業しちゃいました。民間資格なんで資金低いんですよ。参入障壁が低い分、競争も激烈です。それがコーチっていう業界です。で、コーチって何やってんのっていう話なんですけど、私のやってることってそのクライアントさんお会いする私のサービスを購入してくださる方のまず第一に自信つけることです。専門用語だとエフィカシー上げるって言います。その人が自分のこと好きになって自信を持っていただいて、次にするのはゴール設定です。ゴール設定っていうのは人生全般の、私ライフコーチングやってますから、将来何したいですかとか、死ぬ前に何しときたいですかっていう、まあそんなお話です。考えるのにちょっと手法っていうか、いろいろとやんなきゃいけないことっていうか決まり事があるんですよっていう、そういうのを私コーチングのスクールで嫌っちゅうほど学んでますから、こういう喋り方とかこういうアプローチをクライアントさんにすればいいっていうメソッドが全部確立してるんです。今の世の中便利なもんで。それをコーチングのセッションでお話しするときに丁寧に行って、でその人に合わせたものをしていく、話し方っていうかアプローチをしていくっていうのがコーチのお仕事です。ちょっとイメージつきましたでしょうか。私のコーチング受けると、要は頭のブリーフシステムが変わるんです。つまり今まで信じてた思考方法とかっていうのがちょっと変わります。その変わったおかげで、なんか自分の人生に対する考え方とか世の中に対する見方っていうのが変わるっていうのがコーチングがセミナーと違うところです。セミナーだとほら受け身だから人生変わんないとかって言い方される方多いですけど、まあその通りだと思います。ただ人の話聞くんじゃなくて、コーチっていうものがクライアントのあなたを見て、それに合わせてちゃんといろいろとやってくれるもの。お医者さんみたいな感じに近いですね。その方々の状態を見てコーチはいろいろとあれこれしていきます。そんな感じのお話でした。